い、私は今北茨城市平方漁港に来ています。11時30分からこちらの港では防災訓練が行われました。消防、そしてもう漁船を使って、そして地域の方が一丸となって、陸地そして海での防災訓練が行われました。はい、そして会場ではですね、こちらの訓練で学校から避難してきた子どもたちが今ちょうど炊き出しをですね、いただいている状況が今映っております。はい、そんな中ですが、同じくこちらの港ではですね、この後震災の追悼式が行われます。はい、メイン会場にはですね、海に向かって献花台の準備が行われています。はい、そんな中ですが、ここの平方漁港にですね、震災で亡くなった犠牲者への冥福を祈り、そして震災の記憶を後世に残そうと震災復興記念碑が建てられます。この後2時から記念碑の除幕式が行われます。この時間はこちらの震災復興記念碑についてお話をお伝えいたします。お話は北茨城市商工観光課観光係長であります柏村さんです。柏村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今まさにこう復興復興というふうに皆さん声を上げて、はい、そしていろいろと活動をされているとは思うんですけども、どうでしょうか、今の復興状況は。ですね、まあ、震災以降市内全域で1300ですか、はい、の家屋の解体、がれきの撤去ですね、あとは関連施設の修復なんか終わってまして、うん、表面上はね、平穏さを取り戻してはいるんですけれども、はい、観光業的に言えばやはり観光客が約 30% から 40% ぐらいに落ち込んでます。はい、ですから厳しい状況にあるというのが現状ですよね。うん、はい、まだまだそういった表面的には落ち着いたかのように見えますけれども、ね、はいはい、内面を見ますと、はい、まだ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  100% とはいかない状況があるんですね。時間が必要だと思うんですよね。まだまだ時間がかかるんですね。はい、そんな中、今こちらの平方漁港にですね、震災復興記念碑が建てられるわけなんですが、こちらはどなたからの寄贈されたものなんでしょうか。これはですね、茨城県の石材業協同組合連合会さんからの寄贈になっています。うん、はい、私の後ろにちょうど、復興モニュメント安孔除幕式という垂れ幕の、前にですね、白い布で覆われたそのモニュメントがあるわけなんですが、こちら安孔のデザインがされた、はい、石像なんですよね。石材組合さんのご好意で建てられたものなんですが、はい、上に子どもさんが乗ってね、遊べるような状況になってるんですよ。大きさは高さが約 1.3メーター、はい、幅が 1.6 メーター、うん、4.5 トンというかなり大きなものになってます。はい、こちらのアンコウというのはやはりこう市のお魚というところからこういったモニュメントになったでしょうか。そうですね、やはりこの平方港が県内一の水揚げを誇っていますし、うん、北茨城市のですね、うん、やっぱり観光の目玉でありますので、うん、そういった部分でやっぱりアンコにしてもらったのかなと思いますね。はい、他にはどんな思いが込められているんでしょうか。まあ、石材業協同組合さんのですね、やっぱり北茨城の復興にの熱い思いはあると思うんですが、うん、まあ、その他にも11月ですか、はい、昨年の11月笠間で行われましたストーンフェスティバルですか、そちらのように出展されておりまして、その組合さんのお声がけですね、かなりの多くの方に磨いていただいて復興への思いが込められるということですね。はい、はい、組合さんだけではなく、はい、一般の方の力もこちらのモニュメントには思いが込められているということなんです。はいはいはい、実は私もこの、はい、ストーンフェスティバルにレポートとして参加したことがありまして、はい、このモニュメントを実際に触って、で皆さんと一般の方と一緒に参加してですね、砥石で磨きました。はい、はい、これ磨けば磨くほど色が変わってきて味が出るらしいんですよね。あ、なるほど、はいはい、そうなんです。もう皆さんですね、こうお話ししながら磨いたんですけれども、はい、やはりこう早く元気になってほしい、もっとこうみんなこう茨城県が元気になってほしいというふうに言葉にしながら一生懸命磨いている子どもたちの姿がとても印象的でした。はい、ありがたいですよね、本当に。はい、はい、この後2時から行われるということなんですけれどもね、はい、この後も追悼式が行われます。今こうどうしてでしょう、柏村さんとして今のお気持ちはいかがですか。そうですね、やっぱりそういった多くの方のね、復興への願いがありますんで、それをバネにですね、市民行政一丸となってですね、復興に向かっていければいいのかなと思いますね。はい、復興という言葉がありましたが、
今のこの地域全体としてはどのような活動をされているんでしょうか。まあ、観光業的に言えば、本当に 40% からの入り込みになってますんでね、それを、まあ、あの風評被害、福島原発の、ね、風評被害の払拭も合わせて、観光客の呼び戻しということで、例年に増してですね、イベント関係にですね、多く出てます、はい、昨年ですと50回、今年は80回、茨城県以外、首都圏近郊いろんなイベントに出ていってですね、風評被害の払拭と観光 PR に努めているというのが現状ですよね、まあ、皆さんの支援ももちろんそうですが、そうですね、はい、ここの地域の皆さんもこう活動としてこう払拭、原発の風評被害ですとかを払拭していくような積極的な活動が今展開されているんですね。そうですね、はい、どうしてもあの観光客を呼ぶのにはね、あの旅館民宿さんがかなり厳しいんですよ、うん、そのためにその方たちが一生懸命になってね、私どもと一緒に事務局やってますんでね、観光協会ので一緒に動いているというような状況ですよね。はい、分かりました。では最後になりますが、はい、柏村さん、はい、リスナーの皆さんにメッセージがあれば一言お願いいたします。まあ、北茨城市こうあの市の魚という話がありましたけれども、うん、やはり観光の目玉であります。ちょうど今ね、あんこ鍋美味しい時期でもあります、温泉もありますんで、多くの方に来ていただいて、本当に北茨城の状況を知っていただきながらですね、今大丈夫だよということを身をもって感じていただければなと思いますよね。はい、ありがとうございました。はい、北茨城市商工観光課観光係長であります柏村さんにお話を伺いました。今日この時間は北茨城市平方漁港に置かれます震災復興記念碑除幕式の内容についてお伝えしました。